濃尾大橋から始まったこの探訪シリーズ、美濃路を北から南へと年をまたいで紹介してきましたが、今回は旧街道に多く点在する石碑道しるべをご案内します。おこしの渡船場跡、大明神社の宮高度など時代の足跡を示す道しるべ、今日も町の歴史にたっぷり触れたいと思います。昔も ある程度 その道中案内みたいな、今でいうと鉄道路線図のようなものが、ね、ありまして、宿場が今でいうと駅みたいな形で、書いてありますので、大体、そこの道を行こうと思いますと、分かれ道のところには先ほども言いましたその道標、道しるべがありますので、そこを、目指してですね、行き先を指した表記の仕方、駒塚道もそんなような形ですね、行き先が分かるような表示になってますけども、道しるべなんかを頼りに行きますとですね、大体こう地図がなくても行けるような形ではあるんじゃないかなと思います。美濃路とその駒塚道の追い分けっていうですか、分かれ道のところに、道しるべ道標が立っておりますね。あるいは慶応年間の年号が入って幕末に建てられた、石碑ですけれども、尾張藩の家老のですね、石工家がいまして、でその家老がですね、名古屋城下に出る途中にですね、美濃路にこう合流するところに道しるべがですね立っているということですね。時間の流れとともに人々の生活習慣、町の姿も大きく変貌しましたが、今も点在する歴史の道しるべ、その足跡を一つ一つ一本の線でつないだ時、人の往来でにぎわっていた頃の美濃路の姿が頭の中にふっと浮かんできました。幕の内本舗、街角ぐるっと見聞録、以上山口舞がお伝えしました。